皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今日は新宇宙探査技術実証機デスティニープラス解説の後編をやっていきます。前回はデスティニーの部分を解説してたけど、今回はプラスの部分を解説するんだっけか。そうね、本題に入る前に補足しときたいことがあるから、さっさと始めるね。ぜひそうしてくれ。そして早く終われ。期待には応えられないわ。さて、本題に入る前に解説前編で多く寄せられた質問に答えるわ。どんな質問なんだ？イカロスに搭載しているスマク太陽電池と同じものですかってやつね。どういうことなんだ？2010年に小型ソーラー電力ゼイル実証機イカロスってのを打ち上げてて、今でも運用中なんだけど、そのイカロスには薄膜太陽電池というのを搭載してるから、それがデスティニープラスの薄膜太陽電池とどう違うのかってことよ。そういうことか。実際にところ波動なんだ？全く違うものよ。これを見て。なんだこれ。材料別の太陽電池をわかりやすく分類している表なんだけど、イカロスはアモルファスシリコンというのを使ってるからここになるけど、デスティニープラスはここの3個属に当てはまるわ。何か違いがあるのか？アモルファスシリコンは調達が容易でコストも安いし、宇宙での劣化に強い反面、変換効率があまり良くなくて、イカロスのは特に薄くしているから、だいたい 5% から 10% 程度しかないけど、デスティニープラスは 30% 以上あるわ。へえ、イカロスの方は変換効率が悪いな。まあ、それぞれ一長一短だから、使いどころってのもあるし、まだ研究途上の実証段階だからね。他にも、いろんなタイプの太陽電池を研究しているから、もしかしたら今後違うタイプの実証をするかもしれないね。これからに期待ってことだな。さて、質問に答えたところで本題に入るね。入ってしまうか。前回ではデスティニープラスのうちデスティニーの部分を解説してきたわけだけど、じゃあこのプラスは何のことなのかっていうと、観測してデータを分析する理学側のミッションのことで、ファイトンフライバイ&ダストサイエンスをプラスと訳して記号化しているわ。これってどういう意味なんだ？小惑星ファイトンとフライバイして観測するのと、航行中に塵の観測も行うって意味よ。ファイトンってこの間から言ってる双子座流星群の元になったやつか。そうね、彗星だった時に塵などをばらまき切った姿が今のファイトンね。なるほどな。でもそこまでわかってるのに今さら何を調べに行くんだ？理学ミッションは大きく分けて2つあってね。1つはファイトンまで行く間に宇宙空間に漂う塵を検出するわ。それをして何になるんだ？順番に解説するとね、地球には毎年4万トンを超える塵が宇宙空間から降ってきてるとされてるんだけど、その塵は地球生命誕生の解明に重要な手がかりの一つで、地球に降り注いだ塵を回収して分析をしてみると、隕石の数倍以上の濃度で炭素や有機物が検出されたから、地球生命の出発点は地球以外からやってきた炭素や有機物かもしれないという仮説が成り立っていて、その仮説を検証するために小惑星ファイトンが彗星をやってた時にばらまいた双子座流星群の元となっている塵を観測して、大気圏突入で変成する前、地球環境に汚染される前の生の状態を知り、地球生命の始まりの解明に役立てるわ。小さな塵に大きな期待が寄せられているのか。次に塵の種類についてなんだけど、地球に降り注ぐ塵には大きく分けて2つの種類があって、一つは惑星間ダストと呼ばれるもので、惑星間ダストには彗星由来のものと小惑星由来のものに分かれていて、彗星由来のものは水を含む鉱物、小惑星由来のものは水を含まない鉱物という特徴を持っているわ。だけど両方の特徴を持つ鉱物も見つかっているね。まだまだ研究途上なのか。そしてもう一つは星間ダストと呼ばれるもので、太陽系内に由来する惑星間ダストと違い、星間ダストは太陽系外からやってきたもので、惑星間ダストのうち 5% くらいの割合で存在してるわ。こっちは太陽系外に由来を持つのか。星間ダストは測結果が矛盾していて、地上から望遠鏡で星間雲を観測した際は、星間ダストには炭素や有機物などが 40% くらい含まれていると判明したのに、土星探査機カッシーニによる星間ダストの分析では炭素や有機物などが検出されなかったわ。結局どっちなんだ？未だに分かってないけど、デスティニープラスが地球付近までやってきた星間ダストを観測して矛盾の解明を目指すわ。なるほど、それがデスティニープラスのミッションの一つか。そして三つ目のミッションが活動的小惑星の解明でね。マリサは彗星と小惑星の違いってわかる？
水星は長い尻尾が出ているけど、小惑星はただの岩の塊だろ。まあそんな感じね、いい感じに染まってきたね。霊夢の解説に付き合わされてるからな、嫌でも覚えてるぜ。でもマリサの言う通りで、水星が太陽に接近すると、揮発性物質が蒸発して、長い尻尾を出すんだけど、小惑星は、揮発性物質を持たない岩石の塊と思われていたわ。思われていたって、今は違うのか？最近は、観測技術が向上したおかげで、一部の小惑星から、ガスや塵を放出して、水星のように尻尾を出していることが分かったわ。マジで？これを見て。これは、ゴールトっていう小惑星で、アメリカが地球に接近する小惑星などを早期発見するために設置した小惑星地球衝突最終警報システムで観測した画像なんだけど、水星みたいな尻尾が見えるでしょ？確かに水星よりも長く伸びているように見えるな。短い方の尻尾の長さはおよそ20万キロ、長い方は80万キロ以上あるとされていて、幅はおよそ4800キロあるわ。地球何個分なんだ？地球の直径がおよそ12,700キロだから、短い方はおよそ16個分。長い方だと63個分以上ってことになるね。相変わらずの宇宙スケールだな。こういった小惑星として分類されているのに、水星のような振る舞いをしたものを活動的小惑星と呼んでいるわ。もう水星か小惑星のどっちかわからなくなってきたな。そうね、他にもかつて水星だった小惑星が、再び水星として蘇る、エケクルスやオキロエのような休眠水星も発見されているから。今後、水星と小惑星の定義が変わるかもしれないね。霊夢がウキウキで解説する姿が目に浮かぶぜ。一方、小惑星ファエトンも活動的小惑星で、太陽に接近している数日間だけ、塵を放出しているのがわかってるんだけど、どういうメカニズムで放出しているのかがわからないから。ファエトンに接近して表層の地形や地質を観測して活動的小惑星がダストを放出するメカニズムを解明するわ。それが3つ目のミッションか。この観測を実現させるために3つの観測機器を搭載する予定で、1つは塵を検出して分析するダストアナライザーというもので、これは土星探査機カッシーニのダスト分析装置を開発したドイツのシュツットガルト大学チームが開発を担当していて、カッシーニよりも小型軽量で高性能なモデルになるわ。ドイツの技術力は世界一ってか。宇宙に漂う塵の検出機器についてはドイツが本場みたいなところあるからね。へえ、そういう強みを持ってるんだな。ちなみに開発制作費はドイツ持ちだから、ダストアナライザーで得たデータは日本とドイツで共有するんだろうね。へえ、そういうやり取りになってるのか。ドイツにとっては塵検出機を開発するいい機会になるし、惑星間ダストの研究は天文界隈でホットな話題だしね。ドイツも日本と同じで、望めば探査機を打ち上げられるという状況じゃないから、搭載してくれるなら喜んで作るし、日本にとっても開発コストの削減になってプロジェクト審査が通りやすくなるし、本場のドイツで開発してくれるなら高い性能が望めるからありがたいね。持ちつ持たれつなんだな。他にファエトンの表層物質を調べるマルチバンドカメラや、ファエトンと高速接近中に地形を調べる追尾望遠カメラは千葉工業大学が中心となって開発するみたいね。観測機器は大学が中心となって開発するのか。デスティニープラスとファエトンは相対速度およそ毎秒33キロですれ違うから、追尾望遠カメラみたいなのが必要なんだよね。毎秒33キロってめちゃくちゃ速いな。ここまでがデスティニーの主なミッションね。マシンもミッションもこれからに必要なことばかりだな。ちなみにね、小惑星ファエトンって英語で表すとこう書くんだけど、その国、言語、その人次第で様々な言い方があって、ファエトンの他に、フェイトン、フェイトン、ファエソン、フェイソン、ファエトンなどあるんだけど、とりわけ日本では、フェイトンという言い方が多いわ。何か理由とかあるのか？JAXA では、いろいろな言い方があることから、日本語で書かず英語で表していたけど、デスティニープラスプロジェクトが立ち上がった頃から広報や報告書などに日本語で記載しないといけない場面ではフェイトンに統一しているし、国立天文台でもフェイトンを基本としてカッコでファエトンとも呼ばれるとしているね。それでフェイトンが多いのかな？かもね。ちなみに JAXA がフェイトンと決めたのは、発見者の一人で名付け親のサイモン・グリーンさんの発音がフェイトンに聞こえるからよ。まあ外国語をカタカナにするとどうしても揺らぎが出てしまうしな。正確な読み方ってのが存在しないから好きなように読んでね。というわけで今日はここまで。私はこれからチュロスという謎の棒を売るバイトに行ってくるわ。チュロスは謎でもなんでもねえよ。っていうか、なんでチュロスなんか売るんだよ。
千葉県の方から来た請求書の期待に応えなくちゃいけないからさ。そういうことか、停滞出費になったな。っていうか、刺身にタンポポを乗せるバイトはどうしたんだよ、掛け持ちか？あれはクビになったわ。何をしたんだ？自動タンポポの席が導入されてお役御免になっちゃった。ご愁傷様、ちなみにタンポポじゃなくて食用菊だからな。わーわー言うとりますが、バイトのお時間です。バイトの時間なのは霊夢だけだろ。このチャンネルではこれからも宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきます。チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。